2ドイルの小説に恐怖の谷というのがありましたね。青年は唐突に始めた。あれはどっかの険しい山と山が作っている峡谷のことでしょう。だが、恐怖の谷は何も自然の峡谷ばかりではありませんよ。この東京の真ん中の丸の内にだって恐ろしい谷間があるのです。 高いビルディングとビルディングとの間に挟まっている細い道路。そこは自然の峡谷よりもずっと険しくずっと陰気です。文明の作った幽谷です。科学の作った谷底です。その谷底の道路から見た両側の6階7階の殺風景なコンクリート建築は自然の断崖のように青葉もなく季節季節の花もなく、 目に面白いデコボコもなく、文字通り斧で立ち割った巨大なネズミ色の裂け目にすぎません。見上げる空は帯のように細いのです。日も月も一日にほんの数分間しかまともには照らないのです。その底からは昼までも星が見えるくらいです。不思議な冷たい風が絶えず吹きまくっています。そういう峡谷の一つに、 大地震以前まで僕は住んでいたのです。建物の正面は丸の内の S 通りに面していました。正面は明るくて立派なのです。しかし、一度背面に回ったら別のビルディングと背中合わせでお互いに殺風景なコンクリート丸出しの窓のある断崖がたった二軒幅ほどの通路を挟んで向き合っています。都会の夕刻というのは つまりその部分なのです。ビルディングの部屋部屋はたまには住宅兼用の人もありましたが大抵は昼間だけのオフィスで夜は皆帰ってしまいます。昼間にぎやかなだけに夜の寂しさと言ったらありません。丸の内の真ん中で袋が泣くかと怪しまれるほど本当に心残の感じです。例の後ろ側の峡谷も 夜こそ文字通り凶告です。僕は昼間は玄関盤を務め、夜はそのビルディングの地下室に寝泊まりしていました。四五人泊まり込みの仲間があったけれど、僕は絵が好きで、暇さえあれば一人ぼっちでカンバスを塗りつぶしていました。自然、他の連中とは口も聞かないような日が多かったのです。その事件が起こったのは、 今言う後ろ側の峡谷なのですから、そこのありを少しお話ししておく必要があります。そこには建物そのものに実に不思議な気味の悪い暗号があったのです。暗号にしてはあんまりぴったり一致しすぎているので、僕はその建物を設計した技師の気まぐれないたずらではないかと思ったものです。というのは、その二つのビルディングは同じくらいの大きさで、 両方とも誤解でしたが、表側や側面は壁の色なり装飾なりまるで違っているくせに、峡谷の側の背面だけはどこからどこまで寸分他側の作りになっていたのです。屋根の形からネズミ色の壁の色から各階に4つずつ開いている窓の構造からまるで写真に写したようにそっくりなのです。もしかしたら、 コンクリートのひび割れまで同じ形をしていたかもしれません。その峡谷に面した部屋は、一日に数分間、というのはちっと大げさですが、まあ、ほんの瞬く暇しか日がささぬので、自然借り手がつかず、ことに一番不便な誤解などはいつも空き部屋になっていましたので、僕は暇な時にはカンバスと絵筆を持って、よくその空き部屋へ入り込んだものです。そして、 窓から覗く旅ごとに向こうの建物がまるでこちらの写真のようによく似ていることを不気味に思わないではいられませんでした。何か恐ろしい出来事の前兆みたいに感じられたのです。そして、その僕の予感が間もなく的中する時が来たではありませんか。5階の北の端の窓で首くくりがあったのです。しかも、 それが少し時を隔てて3度も繰り返されたのです。最初の自殺者は中年の高齢ブローカーでした。その人ははじめ事務所を借りに来た時からなんとなく印象的な人物でした。商人のくせにどこか商人らしくない陰気ないつも何か考えているような男でした。この人はひょっとしたら裏側の強谷に面した 日の笹ささの部屋を借りるかもしれないと思っていると、案の定、そこの5階の北の端の一番人里離れた、ビルディングの中で人里はおかしいですが、いかにも人里離れたという感じの部屋でした。一番人気な、従って質量も一番安い2部屋続きの部屋を選んだのです。そうですね。引っ越してきて1週間もいましたかね。 とにかく、ごくわずかの間でした。その高領ブローカーは独身者だったので、一方の部屋を寝室にして、そこへ安物のベッドを置いて、あとは、例の夕刻を見下ろす陰気な断崖の人里離れた岩屈のようなその部屋に、一人で寝泊まりしていました。そして、ある月の良い晩のこと、窓の外に出っ張っている電線引き込み用の小さな横木に、 おそびきをかけて首をくくって自殺をしてしまったのです。朝になってその辺一帯を受け持っている道路掃除の妊婦が遥か頭の上の断崖のてっぺんにブランブラン揺れている医師者を発見して大騒ぎになりました。彼がなぜ自殺をしたのか結局わからないままに終わりました。いろいろ調べてみても別段 事業が思わしくなかったわけでも、借金に悩まされていたわけでもなく、独身者のことゆえ、家庭的な反問があったというでもなく、そうかといって、地上の自殺、例えば失恋というようなことでもなかったのです。魔が差したんだ。どうも最初来た時から妙に沈みがちな変な男だと思った。人々は、そんな風に片付けてしまいました。 一度はそれで済んでしまったのです。ところが間もなくその同じ部屋に次の借り手がつき、その人は寝泊まりしていたわけではありませんが、ある晩徹夜の調べ物をするのだと言ってその部屋に閉じこもっていたかと思うと、翌朝はまたブランコ騒ぎです。全く同じ方法で首をつって自殺を遂げたのです。やっぱり原因は少しもわかりませんでした。 今度の一死者は、高領ブローカーと違って、ごく快活な人物で、その陰気な部屋を選んだのも、ただ質量が低廉だから、という単純な理由からでした。恐怖の谷に開いた、呪いの窓。その部屋へ入ると、何の理由もなく、一人手に死にたくなってくるのだ、という怪談めいた噂が、ひそひそと囁かれました。三度目の犠牲者は、 普通の部屋狩り人ではありませんでした。そのビルディングの事務員に一人の豪傑がいて、俺が一つ試してみると言い出したのです。化け物屋敷を探検でもするような意気込みだったのです。青年がそこまで話し続けたとき、私は少々彼の物語に退屈を感じて口を挟んだ。で、その豪傑も同じように首を吊ったのですか 青年はちょっと驚いたように私の顔を見たが、そうです、と不快らしく答えた。一人が首を吊ると同じ場所で何人も何人も首を吊る。つまりそれが模倣の本能の恐ろしさだということになるのですかああ、それであなたは退屈なすったのですね。違います、違います。そんなつまらないお話ではないのです。 青年はほっとした様子で私の思い違いを訂正した。魔の踏切でいつも人死にがあるというようなあの種類のありふれたお話ではないのです。失敬しました。どうか先をお話しください。私は陰銀に私の誤解を浴びた。